ハイドンの初期原楽四重奏曲とは、フランツ・ヨゼフ・ハイドンが1750年代後半から1760年代初めにかけて作曲した原楽四重奏曲である。全部で10曲が知られる。後に、いくつかの出版社から作品1及び作品2として出版されたが、2つに分けられたのは便宜的なものに過ぎない。 ハイドンが最初に弦楽四重奏曲を作曲したのは1750年代後半、フィルンベルク男爵に仕えていた頃とされる。19世紀初めにハイドンの伝記を書いたクリージンガーによると、4人ほどで演奏できるディベルティメントをフィルンベルク男爵が依頼し、それに応えて書かれたのが最初の弦楽四重奏曲であるという。フィルンベルク帝ではおそらく、 ハイドン自身が第一バイオリンを弾き、他にアントン・ヨハン・アルブレヒツベルガーがチェロを演奏した。他の二人はアマチュア音楽家で村の司祭と屋敷の羊が演奏したという。正確な作曲年や作曲された順序は、はっきりしないが、ゲットバイク修道院の筆者譜に1 7 6 2年と記されているため、それ以前の作品である。すべての曲が、 フィルンベルク男爵のために書かれたものではなく、それ以降に書かれた曲が含まれる可能性もある。当時は、弦楽史重奏曲とは呼ばれておらず、ブダペストに所蔵するフィルンベルク家の筆者譜には、ノットルーノとある。ハイドンの作品目録には最初、カッサシオンと記され、後に、四世のディベルティメントに直されている。ハイドンは長い間弦楽史重奏曲を、 ディベルティメントの名で呼んでいたが、本作では、名前だけでなく学章構成もディベルティメント的で、メヌエット学章が2つある。すなわち、両端学章が快速、第2.4学章がメヌエット、第3学章が感助学章となっている。ただし、第3番と第12番は、第1学章が感助学章、第3学章が快速になっている。 曲はすべて蝶々だが、メヌエットのトリオの部分で、しばしば単調になる。ウィーンで、弦楽器によるディベルティメントを書いたのはハイドンだけではなく、グレゴール・オーゼフ・ベルナーや、ヨハン・ゲオルク・アルブレヒツ・ベルガーも四重奏曲を含む、弦楽ディベルティメントを多数書いていた。しかし、1760年頃に、ハイドンの弦楽四重奏曲が世に出回ると、他の作品を圧倒した。 これらの初期弦楽四重奏曲によってハイドンの名声はウィーンを超えて広まった。1765年のライプツィヒのブライトコップフの目録には八曲のハイドンの四重奏曲が見えるが他の作者による曲が原則として管楽器を含むのに対しハイドン作品はすべて弦楽四重奏であることに大きな特徴がある。楽譜では最低音がチェロではなく バッソと指定されているが、チェロ独奏を想定していたであろうと考える十分な根拠がある。弦楽四重奏において、ビオラをどのように扱うかは難しい問題であり、これらの初期四重奏曲では、チェロとオクターブで重ねることが多いが、比較的新しい時期に書かれたとされる作品2から1ではより、独立性が高くなっている。ハイドンの初期弦楽四重奏曲は、 パリのシュバルディエルから1764年に作品1に相当する6曲が出版された。初版には別人の作品を含んでいたが、1768年の改訂版では全てハイドンの作品に置き換えられた。また1766年には作品2に相当する6曲が出版された。一方、アムステルダムのヨハン・ユリウス・フーンメルからは1765年に、 作品1、翌年に作品2として6曲ずつの計12曲が出版された。2つの出版社によって収録曲に違いがあったが、19世紀初めにパリのプレーエルから出版された弦楽史重奏曲全集では作品1をシュワルリエル改訂版、作品2をフンメル版から取ったため、フンメル版の作品1にのみ収める曲が抜けてしまった。 この曲は長らく消失曲とされていたが、1931年になって再発見された。また、作品1として出版された曲の第5曲は本来公共曲であり、作品2の3番と5番は本来ホルンギを加えた六世のディベルティメントであったため、これらの3曲は初期原楽四重奏曲のうちには含められない。1931年に再発見された曲。 作品0あるいは作品1から0と呼ばれることもある。プレストに4拍子、メヌエットアダージョ変ロ長長に2拍子、メヌエットプレストに4拍子第一楽章は冒頭のユニゾンのファンファーレが特徴的で狩りの名で呼ばれることもある。2番目のメヌエットは2台のバイオリンによるオクターブのユニゾンに1小節をくれて、ビオラとチェロのユニゾンが答えるという実質にセーブの 形式をとっており、このような形式に慣れていない、当時のドイツ北部の人々から批判された。プレスト68秒死、メヌエットアダージョ変歩蝶々44秒死、メヌエットプレスト24秒死アレグロ38秒死、メヌエットアダージョ変の蝶々44秒死、メヌエットプレスト24秒死アダージョ34秒死、メヌエットプレスト24秒死、メヌエットプレスト38秒死感助学書で、 第2バイオリンが第1バイオリンを子玉のように模倣する処方が見られる。プレスト38秒子、メヌエットアダージョ派長長44秒子、メヌエットプレスト24秒子間女楽章は、第1バイオリンが弱音器をつけて旋律を演奏し、他の楽器はピッツェカートで伴奏に徹する。両端楽章は、ごく短い。第4楽章のメヌエットは、半音快適処方が目立つ。 プレストアッサイ68秒子、メヌエットアダージョと蝶々に4秒子、メヌエットプレストに4秒子作品2の1番や4番は、第一楽章の処方が成熟して、後のハイドン作品のものに近くなっており、エントブルフカタログでも後ろの方に見えるため、他の曲よりも後に作曲されたと考えられている。アレグロに4秒子、メヌエットアダージョに蝶々に4秒子、 メヌエット・アレグロ・モルトに4拍子補長長は当時は、感高く不快な長と考えられる傾向が強かったが、ハイドンは、他の作曲家に比べてこの長を好んでいた。アレグロ・モルトに4拍子、メヌエット・アダージョイ蝶々四4拍子、メヌエット・プレストに4拍子漢女学章が単調なのはこの曲のみである。その代わりに、メヌエットのトリオは蝶々になっている。プレスト68拍子。 メヌエット・アダージョへ、単調34秒子、メヌエット・アレグロに4秒子第1楽章が、感情楽章で、かつ主題と4つの変装からなる、変装曲になっている。アダージョに4秒子、メヌエット・プレスト・変歩町調に4秒子、メヌエット・プレスト38秒子。ありがとうございます。